はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回はハーツオブアイアン4、イタリア王国でのプレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、前回ですね、エチオピアの併合に成功したイタリア王国なんですが、並行してフランスとの開戦に備えた、戦争正当化の理由付けを今進めています。まあ、いずれ来るであろうフランス、イギリスとの戦争に備えて、今回はですね、主に陸戦要員、歩兵戦力の増強、陸戦要員の増員、このあたりを重点的にやっていきたいと思います。でもちろんですね、イタリア・フランスの国境、ここの増員、増強、重要だと思っているんですが、一方でですね、実はアフリカも結構フランス、イギリスとせめぎ合うことになる可能性が高く、特にですね、まず重要拠点の一つ、ここですね、フランス領ソマリランド、ここはすぐに開戦と同時に抑えたいので、まず旧エチオピア領、併合したエチオピア領に関しては、この後兵力を増強していきます。で、並行してこのリビアに関しても増員をして、イギリス、フランスからここは守る戦いになる可能性があるので、しっかりとやっていきたいと思っています。では早速始めていきましょう。で、まず生産ラインの見直しをしたいんですが、今だと、歩兵装備が少し足りなくなってきている部分が見て取れます。なのでこれを補うために、工場を建てていきたいんですが、軍需工場を建てる余地がまだあるところがあるかというと、実はもうあまりないかな。ここがマックス6になるよね。すいません。あとはここもプラス2にしておいて、他はもうないかな。マックスになっちゃってるよね。あ、ここにいくつかいけるかな。2個ラインを増やしましょう。いや、3個増やそう。もう1個ラインを増やして、これでラインじゃない、工場を増やしていきましょうか。で、あとは今研究しているものは引き続き研究を行っておきましょう。で、貿易もまあちょっとね、これ以上どうかというのもあるので、このままにしておいて、生産ラインは今見てもらった通りです。で、徴兵と配備なんですが、まあ配備は引き続きしておきましょうというところですね。装備生産が不足してるんですよね。そうなんですよ。ちょっとそこがもったいないかな。で、あとは航空機だよね。飛行機の数がちょっと不足してきてるかな。ちょっと各航空基地の状況を見ていきましょうか。ここは補充を済ませて、ビエモンテ、いや、補充できてないかな。ちょっと補充ができるか。行きましょう。50173機か。ロンバルディアに関しては全く航空機が足りてない。なるほど。ベネトに関しても航空機はなしか。困りましたね。そうなると航空機が配備できてるところ、このラティウムに関してはちょっと増兵をしておきましょう。いや、新たに航空機を編成するよりかは、
ラティウムに関してはこのままにしておいた方がいいかな。まあ今何も任務を持っていない航空機部隊には任務を与えておきましょうか。まあ石油がもったいない説もありますけど、何もしないで遊ばせておくのはそれはそれでもったいないので、使える航空戦力は全部使いましょう。使ってない航空機は割り当てていきますか。北アフリカもこの後重要な、先ほどお話したように戦線が待ってますからね。未使用の航空機が全くない状態になってしまってるんで、ちょっと生産のラインを見直した方がいいかな。どうしようかな。そうすると今だと海軍が充実してるんだな。やっぱ軍需工場が全然足りないので、軍需工場の建設だな。これを重点的にやっていきましょう。とはいえ工場が作れるところってもうほとんどないんだよね。もう満たされちゃってるね、どこも。しょうがない。これで踏ん張るしかないんだな。じゃあ時間を進めていきましょう。とにかく国境付近には師団を集めて航空機も充実させてっていうことをねしていかないと危ないですからね。かなりの航空戦力、それに師団数、さらに戦車部隊もフランス軍は派兵してきてますからね。これに負けない勢いで出していかないと。お、陸軍優先がここで完了しましたね。じゃあ、陸軍優先まで来たらどうしようかな。砲兵近代化にするか、爆撃機への注力か。これもなんかな、すごくいいよね、響きが。ちょっと爆撃機優先にしましょうか。でだ、そうこうしてる間に次何をしなきゃいけないかというと、装備品不足だよね。訓練が全然進んでないもんな。いやー困りましたね。
まあ、ここは単なる見た目の問題かな。シンボルと出てるだけなので、兵員構成もちょっと増やしていきましょうか。いくらね、徴兵しても装備が入ってこないと展開できないことになってますからね。今フランスと開戦するとイタリアはかなり不利になりますな。なりますなって言っちゃいましたけどなりますね。国の境を決めるのは誰だろうかっていう話になってますけどね。フランスとのきな臭い雰囲気が。徐々に世界情勢を緊迫化させてきている雰囲気がありますね。今だとちょっと飛行機の数が全然足りてないんで、どうしようかな。ラインを少し増やしていきたいけど、今だと作ってるのって飛行機って何にもない状態だよね。なんで飛行機をちょっと作っていくしかないな。オリンピックの話はいいとしてだ。まあ、戦闘機。あとは航空支援機も欲しいよな。やっぱりどう考えても工場が不足してますね。さあ、では無線が開発できたら、また無線探知を入れておきましょう。これで国土の防衛がだいぶしやすくなるはずですね。配置が可能になれば。そしたらそろそろここにいる、そうだな、イタリアの第一第二艦隊、これを ピエモンテの海軍基地に所属変更をしましょうか。第二艦隊も移動させましょう。これを国境に近いビエモンテに変えていきましょう。第二艦隊と、あと第一艦隊も、第四艦隊かな、も動かしていきましょうね。
第2艦隊、第3艦隊が動いてないかな。ちょっと今失敗しちゃったかな。もう一回やりましょう。第3艦隊を選択して、このビエモンテに変更しましょう。これで変更できましたね。いや、どのタイミングで動けばいいのか全然読めないな。ただ今その時じゃないだろうっていうのはわかる。訓練が 48% まで来たか。60% だか 80% だかまで来ると、配備してすぐに活躍できるはずですよね。航空優勢か、どうしようかな。ちょっとこれって悩ましいよな。戦場支援の方がいいのか、それとも戦略的破壊がいいのか。今だと爆撃機を開発してるので、まあ、爆撃による敵の攻撃力の、なんていうのかな、低下を重んじた方がいい気がするので、この戦略的破壊に傾けていきましょう。で、爆撃機への注力ができたので、次はどれに進むかだな。空軍改革、ジェットエンジンへの注力とかできたらかなりいいけど、そのためには空軍改革にが必要で、海軍航空隊への注力が必要になってくるんだ。なるほど。で、これには空母への注力が必要で、空母への注力が全くできていないわけだ。じゃあ空母への注力するか。いや、空母必要か、イタリアに。もっとやることあるんじゃないか。陸軍だよな。砲兵近代化の方が重要な気がするんだけど。いや、悩ましいですね、これは。すごく。で、こっちに行くと工業に力を入れていけば追加の研究枠が生まれるんだ。なるほど。いや、これ本当に難しいですね。どうしよう。ドイツ軍の協力とかありますね。いや、これは本当に悩ましいですね。日本との友好。いや、日本との友好は絶対やりたいな。ってなると、日本と友好化するためには、イタリア至上主義が必要で、イタリア至上主義に行くためには、アフリカへの凱旋が必要なんだな。じゃあ、これから行くか。アフリカへ凱旋しましょう。日本とはね、やっぱり友好関係を結んでいきたいですからね。日本との友好関係のために、ちょっと国家方針を大きく転じましょう。それはそれとしてだ。徴兵の状況を確認していきたいな。 56%、 72%、 もうちょっとだね。
お、マドリード条約。もう工場がこれ以上どうにもならないからな。そうなると今ある手段を少し編成し直しましょう。フランス本土攻略隊と称して軍団を創設しておきましょう。フランス方面軍ですね。第1軍フランス方面軍として、指揮官は優秀な陸軍の元帥を。スキルが高ければ高いほどもちろんいいからな。フランスのね、本土に攻め入るわけですから、将軍ウゴさんにしましょう。ウゴさん連動を高めておいてもらいましょう。その間に待って待って、24のうち2個多すぎるんだな。騎兵隊は正直言って使い物にならないので退けましょう。あと山岳部隊も1体退けましょう。これで進軍できるはずだ。これでいつでも開戦できるけど、いやフランスの方が圧倒的になんか装備が充実してそうな雰囲気だけどな、これを見るだけでも。なんかフランスと開戦したらフルボッコされそうな感じがするな。そしたらここにいる第一艦隊をちょっと同じくビエモンテに開港させましょう。第3艦隊と第4艦隊もビエモンテと開港させよう。お、人工石油実験が終わったね。そしたら合成製油所が作れるようになったわけだ。そしたら次石油プラントだな。石油はね、必要ですからね。じゃあ、石油プラントを建てていきましょうか。で、建てる余裕があるところあるかというと、全くない。ここぐらいだね、建てられるの。まあ、ここにじゃあ、何個か作っておきましょうか。で、ちょっとね、艦隊の動かし方、拠点地を変えるやり方がうまくまずくて、ちょっと操作がいってないけど、ここでフランスへの宣戦布告がいつでもできるようになりましたね。ま、まだしないですけどね。イタリアの第3、第4艦隊をカンブリアから移したいんですよ。ビエモンテを選んじゃいけないんだよね。でも今回はちゃんとうまくいったかな。うまくいってないね。これをコントロールプラス右クリックで新しい基地を選択。ビエモンテにしたいんだけど、今ビエモンテを選んじゃってる状態なんで良くないですね。そうじゃないと
これで変わったかな。ちょっと BM 音程を見てみましょうか。ここに第三艦隊が入ってれば OK ですね。航空優勢の研究ができたんで、次だな。次はインフラ破壊。ああ、いいね。本土防衛。いや、どっちがいいんだろう。うわあ、どっちも欲しいけど。いやあ、対艦攻撃戦法も欲しいなあ。戦場支援だな、次はでも。戦場で、我が軍の陸戦要員を守ってもらいましょう。イタリアの第6と潜水の第2艦隊がここに入ってるね。お、ちゃんと移動してるね、ここに。大部隊がここジェノバに集結してくれてるね。そしたら、どうしようかな。イタリアの第一艦隊は、海上戦闘紹介をしてもらいましょう。第一艦隊ね。で、続いて、第二艦隊も、やりたいんですが、その前に国家方針が完成したアフリカへの海戦。うん、いいね。で、防共協定。ドイツは、コミンテルノの名で知られる共産主義政党による国際組織があらゆる手段を用いて世界の国家を腐敗させた共産主義のもとに屈服させようと試みる組織であるという認識を知らしめる協定を提案したというふうに出てますね。まあ、ここはドイツとの、まあ、防共協定なんで参加しましょう。こうやってドイツに寄ってくんだな。アフリカへの凱旋をした後なんですが、スペインを支援っていうのもしたいけどね。まあ、ここは、日本との友好にするためには、イギリスと交戦が必要で、イギリスと交戦するためには、イギリスに対する戦争目的と征服の方針が必要だということですね。で、イタリア至上主義が必要なので、まあ、どっち行ってもいいんだな。いやー、ユーゴスラビアか。ユーゴスラビアと戦う気全くしないんで、ユーゴスラビアとは友好の方針でいきましょう。戦争するのが単に怖いっていう、まあ、それだけなんですけどね。ただ、こちらもだいぶ、戦力としては、充実をしてきてる感じはするので、このまま行きましょう。まあ、来たるべきユーゴとの決戦というのもありめ、取るべき手段の一つかもしれないですけどね。あとはアフリカにちょっとね、増派しておきたいんですけどね。その余裕が今のところ全くない。で、ビアッチョが研究開発できたんで、まあ、研究開発しただけじゃ、まあ、正直あんまり意味がない。それをね、LINE に載せていかなきゃいけないんですよね。なんで、この新型、これを生産していきましょう。ただ生産工場がないっていうね。生産ラインを収支するしかないか。戦闘機もね、数が足りてないからな。そしたら歩兵装備を一回削って、その代わり、この爆撃機を早めに
作らせましょう。でだ、それだけだとやっぱり足りなくなるんで、ちゃんと支援装備も作ります。あと軍用トラック、こんなもんかな。軍用トラックがちょっと生産できてないけど、生産したいっていう目的で入れておきましょう。造船所が余ってるって？ああ、確かに余ってるね。だったら造船所に、作らせましょう。輸送船団はいいでしょう。で、カイド・ドゥイリオ級の戦艦。これをガシガシ。いやいや、待て待て。そうなるとだ、潜水艦とか作っといた方がいいのかな。さっき潜水艦のね、研究しましたもんね。なので、潜水艦を作りましょう。セリーナクラスとマメーリクラスがあって、何が違うかというと、ほぼほぼ同じだな、生産に必要なコストを含めて。だったら、どっちがいいかって非常に微妙だけど、セリーナクラスを作っておきましょう。工場がやっぱり足りないんだよな。で、石油が不足、ゴムも不足。なるほど。ってことはお金を使ってでもちょっと貿易の量を増やしていくしかないかな。今石油がちょっと足りないのか。ただ余剰がなくはないんで、このままで様子をちょっと見ますか。まあ、蓄えがないのかどうかっていうのはありますけどね。で、政府の刷新で、参謀を増やしていきましょう。あとは航空機の設計会社を、大型航空機の設計会社を入れていきましょう。で、空軍の士官、これは欲しい。達人、全天候達人、空戦の訓練の専門家、空軍改革の達人。な、空軍改革の達人って何者なんでしょうね。ここはイタロ・バルボ、全天候型の彼にしましょう。悪天候ペナルティがマイナス 20% になる。で、あとはどうしようかな。といってももう政治力がなくなってますね。で、まあ、独裁政権なので選挙などはないというのでいいでしょう。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。